ラスピカのミキアでございます。少々お待たせいたしましたね。さあ今月も音楽の時間始めていきますよ。今月も音楽で何者かになりたいというそういうみんなと一緒に音楽のことやライブ配信などなどいろんなことを学びながら一緒に成長していきましょう。それでは早速今月の講師の方をお呼びしたいところなどですが、まずはなんだかね、この学校にこのクラスに新入生第2期のメンバーが加わったということで、皆さん気づきましたかね。画面のところにその新入生のお顔が登場しとるかしら、いかがかしら、みんな見えておりますか。そうなんですよね、ミキア先生。お、長岡平日直、今月もよろしくお願いします。はい、今月もサポートをさせていただきます KBC アナウンサーの長岡平です。はい、改めてですね、 KBC バーチャルスクールの2期生の皆さんが今月から参加をしてくれているということで、先生ご紹介お願いしてもいいですか。はい、では紹介させていただきます。第2期生4人いるのですが、今月お一人がねちょっと欠席ということで、その他の皆さんを紹介させていただきます。まずは百瀬美香奈さん、メイメイさん、ワシントンさんの生徒が入ってきてくれました。2期生の皆さん挨拶できますか。声を聞かせてもらってもいいかしら。あ、どうもよろしくお願いいたします。今のこの声は誰かな。お願いします。男の子の声がワシントンさんかな。あ、私ワシントンですよろしくお願いします。メイメイさんは、はい、メイメイさん、はい、お願いします。はい、お願いします。そして百瀬美香奈さん。はい、百瀬美香奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仲間も増えまして、生徒も増えてね、画面の盛り上がりがすごくって、配信を見てくださってる皆さんももうどこを見ようかと大忙しに、ね、なってしまうかもしれませんが、新たに加わったメンバーみんなで一緒に授業頑張っていきましょう。では今月の特別講師をお呼びしたいと思います。今月の講師は声優兼シンガーソングライターの楠木ともりさんです。はい、楠木ともりです。よろしくお願いいたします。お願いします。楠木ともり様がなんでですか、音楽の時間に登場でございます。すごい緊張してますよ。あ、本当に先生みたいなことやることないから役ではねあるかもしれないですけどなかなかないので、ちょっと私もドキドキしてるんですけどよろしくお願いいたします。今日は楠木先生と呼ばせていただきます。はい、はい、頑張ります。楠木先生、すでにご存知の方も多いと思うのですが、簡単にね紹介させていただきます。ありがとうございます。ドドドンと皆さん見えておりますでしょうか。これぐらいかな、この高さで見えておりますでしょうか。うん、はい。2017年に声優デビュー、2020年にシンガーソングライターデビューということですが、はい、もうやっぱりね、あの楠木先生が今回来てくださるっていうのを、うん、あの発表した時に、うん、あの配信を見てくださってる皆さんもそうなんですけど、やっぱ生徒のみんなが、あの楠木かおりがいや、いつでもどこでもしますよ私はなんて優しい先生なんだろうか、はい、もう本当にね、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、まずはあの声優デビューが2017年ということで、はい、もうたくさんこれまでね、いろんなインタビューとかでもお話しされてると思うんですけども、はい、あの声優を目指したきっかけとか、この世界に入ったきっかけっていうのは、うん、何なんですか。もともとアニメが好き で、うんうんうん、でその声優さんっていうお仕事を認識して、はい、でやりたいって思ったんですけど、うん、演技経験がなかったんですよ、うん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 、で一回なんかオーディションみたいな大会出た時に、うん、もう予選敗退って感じで、ね、全く歯が立たなくて、敗退の時がでこう演技ってやっぱ経験ないとダメなんだと思って、うんうんうん、でもアニメは好きだったので、うん、どうにか関わりたいってなった時に歌だと思って、なるほど、歌で実はオーディションを受けたのが今の事務所なんですけど、うん、の事務所の方に歌で応募したんですけど、はい、声優もやりたくてって言ったらやらせていただけることになって、うんうんうん、その後にじゃあ歌もそろそろやってみますかっていうことで、すごい、やらせていただくことになりました。ってことはじゃあこの2020年にシンガーソングライターとしてデビューしたっていうことでも、うん、ダブルで夢が叶ったって。そうなんですよ、もうありがたいということで、今日はその声優の、うん、声優についてもそうですし、うんうん、楠木先生はシンガーソングライターとして自分で作詞作
曲もされているということなので、もう聞きたいことが山盛りすぎてどうしましょう。全部答えます。ね、あの生徒のみんなからも質問募集しておりますし、なのでこの配信を見てくださっている皆さんも、はい、なんかこう気になることとかがありましたら、ぜひコメントでいろいろこう投稿してみてください。お願いします。よろしくお願いいたします。ではで、あの毎回お決まりでやっていることをちょっとここで言わせていただきますね。はい、プレゼントありまーす。あったねー。この配信を見てくださっている方、今回のこの番組の最後にランキングトップ3に入った方に、私ミキハと楠木先生のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。タタタタタタタ、こちらでございます。こちらです。もうすでに、ね、入ってますね。はい、サインをねギュッと入れていただきまして、はい、ここに、当選者の方のお名前も入れてプレゼントとなります。はい、今日も配信をね一緒に皆さんも盛り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではではでは早速、はい、授業に入っていこうと思います。はい、楠木先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今回は楠木先生が来てくださるということで、すで、うんうん、に生徒からたくさん質問をほらいただいておりまして、うん、その中でもやっぱ特に多かったのが、はい、その声での表現方法。なるほど。これがもう私自身も知りたくて仕方がない。なんで？ちょっとあの情報を言わせていただくと、はい、楠木先生と私ミキハ同じ事務所でして、そうなんです。はい、これまでもこう何度かお会いしたことがあるんですけど、うん、もういいチャンスだと思うと私も今日楠木先生から声の表現についていろいろちょっとその技を盗んでいきたいなと思います。はいはい、よろしくお願いします。楠木先生は声優シンガーソングライターとしてご活躍されておりまして、うん、今日は表現についてみんなで一緒に学んでいこうと思います。はい、まず表現をする上で大切なのが発声、発声だと思うのですが、うん、こうやってあの声優をされている時とシンガーソングライター歌手で歌を歌っている時の発声の仕方っていうのはやっぱ違うもんなんですか？気持ち的にはもう全く違いますね。全く違う。やっぱりこうキャラクターはキャラクターとしてこうお話しするっていう感じで、うんうんうん、アーティストとしてはやっぱ自分の表現とか、うん、自分の言いたいことを言うっていう感じなので、うんうんうん、やっぱりものとしては全く違うかなと思いますね。その全く違う一体その喉でどう表現しているのかをね、はい、詳しく教えていただこうと思います、うん、ということでご用意しましたのが、はい、ダダン、こちらのフリップでございます。どこにあったら見やすいかな、真ん中で良さそうですね。はい、ここに失礼いたします。はい、これ一体何のこっちゃ。はい、こちらグラフになってるんですけど、はい、ここが高い、うんうん、低い、低い、これは音程ですね。音程ので、うんうん、これ閉める、開けるって書いてあるんですけど、うん、これが喉を閉めるとか開けるとか、はい、っていうので、まあ、もちろんこれ以外にもいろいろこう演技する上では大事なことあるんですけど、はい、大まかにやりやすいのが、まあ、ここかなっていうところで、なるほど。例えばですけど、うん、低くて開けるとかだと、うん、はい、これぐらいになるわけです。少しもう早速やってくれてますよ。もう一回聞かせてもらってもいいですか？これぐらいだとして、はいはい、音程を少し下げていくと、下げる、こうなっていきますよね。低くなって、でここから喉を開けていくと、うん、だんだんこういう声になりますよね。そうすると少しお姉さんっぽいような声になったりとかするじゃないですか。はい、でこういった感じでこのグラフに合わせて声を出してみようって考えると、うん、いろんなバリエーションの声が出せるようになるので、まあ、このキャラクターはこういうイメージかなとか、はい、またキャラクターで声を考えることも大事なんですけど、うんうん、またそのシーンとか演技の仕方によって、うん、例えば今のこうお姉さんっぽいところだと、はい、泣いてる時って喉キューってなりませんか？うんうんうん、ちょっとグーって無意識に力入りますよね。ってなった時に私はどうしてこんなことにみたいな感じで少し締めてあげるとちょっと泣いてるニュアンスが出たりとかっていうところをこのグラフで考えるとすごく分かりやすくなったりするわけですね。すごい、すごすぎる、プロだ
当たり前なんですけど、すごいプロだ。ね、これをやってあげると、うんうんうん、多分歌によっても、はい、可愛らしい歌だったらこの辺が合うかなとか、なるほど、バラードだとまあ真ん中ら辺でストレートに歌おうかなとかっていう風に、うん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 、少し考えるだけでもだいぶ表情は変わってくるかなっていう風に思います、うんうんうん、なんだかこの声の高い低いっていうのは、うん、こう割と簡単に理解できるんですけど、うんうん、喉を開ける閉めるっていうのが、うん、やっぱどうやったら開けられるんだろう閉められるんだろうっていうのが、うんうん、先ほどみたいにこう泣いてる時、うんうん、泣きそうな時ってこう喉が閉まる感覚っていうのがすっごく分かりやすかったです。本当ですか。逆にこう喉を開ける時っていうのはどのようにして開けてるんですか。でもリラックスするっていうか、リラックスする、なんかベロを下げてあげると結構喉って開くんですよ。下げるっていうのはもう下に、そうです、ここ今ちょっと見るとわかるんですけど、はい、今普通にある位置で、うんうんうん、これを下げるとこうやって開きますよね。むっちゃ動いてるこうすると、はい、こうやってちょっと太くなるのわかりますか、ね、っていう風に下の位置とか、うんうん、力の入れ具合で、はい、喉の開きとかは結構変わってくるかなと思います。なるほど、はい、コメントでもね面白いっていうねコメントがあったりだとか、これはあれですね、声優さんとかミュージシャンを目指している方以外でもこれをマスターしているとなんか人気者になれそうですね。確かにそれはありそう、ちょっと芸達者になれるかもしれないですね。すごい。あとよくね、うんうんうん、歌でこう皆さんやられてるエッジボイスとかっていうのは、はい、うんうん、意外とあれ喉を締めて、ね、なるほど、あ、うん、思いっきり締めて、うんうん、あまり声を出さないっていうのをやるとこのエッジボイスができたりとかもするので、結構これは役立つんじゃないかなと思って今日持ってきました。ありがとうございます。今日はコメントが流れるのも本当早いですねミルクティーさんすごいな、ミヤさんほほんすごいぜひね皆さんも配信を見ながら、うん、あーってエッジボイスとか真似してやってみてください。でもこれあれですね、この時間帯にみんながお家であーってやったらちょっと怖いと思うちょっと心配かけちゃうかもしれないのでご近所迷惑にならない程度に、はい、ならない程度にやってみてください、はい、ではね、もうすでにもう素晴らしいことを教えていただいてるんですけども、うん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 、生徒から事前に質問を募集しておりました、うんうんうん、これをちょっとね教えてもらいたいというのがあります、はい、地声で、地声が低い人でも可愛い声を出す方法、うん、これをねぜひ教えてほしいです。なるほど、まあ多分俗に言う可愛い声っていうのは、いわゆるこの辺ですね、高くて開けてるか、はい、高くて閉じてる、うん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 、まあどっちかになるかなと思うんですけど、はい、これ私の個人的意見なんですけど、はい、可愛いってここだけじゃないんですよ、実は。ここだけじゃないね、やっぱここだけって思ってしまう。例えば3歳の男の子、可愛いですよね。可愛い。でも声高いですか？3歳の男の子。女の子とはちょっと違うんじゃないかな、そうですね、とか思いますよね、うんうん、なので声の高さって意外と関係なくって、うん、どういうところが自分が思う可愛いかなとか、可愛いって思われる部分かなっていうのを考えてあげると、あんまり地声が低いとかにとらわれずに、むしろ低いあなただからこそ出せる可愛い部分っていうのがきっと見つけられるんじゃないかなと思うので、多分声が低いと高いところ苦手だからあんまり可愛い声じゃないかもって思っちゃう方が多いんですけど、それはめちゃくちゃもったいない考え方で、むしろ低いからこそこういう声出したら可愛いかなとか、まあ、演技やられる方だったらこういう演技可愛いかなっていう風に少し考えてあげるのはいいんじゃないかなと思います、はい、これはもうむちゃくちゃ自信になるコンプレックスこそそれを武器にして、そうなんですよ、自分だけが出せる可愛い声をぜひね、ここだけじゃない自分の声をね見つけてほしいですね、はい、ではでは例えばなんですけども、うんうん、開くで低い、うんうんうん、ここら辺の声だとどういう表現に向いていますか、うん、そうですね、歌だと平歌とかにいいんじゃないですかね。おー、なるほど。あんまりこうサビのすごく張ってる時っていうよりは、うん、ちょっとこうしっとり聞かせたいとかっていうところに使ってあげると、うん、表現としては良くなるんじゃないかなと思いますし、うん、
この低く開けて出すっていうのって力強く出すと、はい、まあ、例えばミーシャさんとか、はい、結構こう倍音の効いた声も出せるので、はい、自分の肺活量だったり喉に自信がある方はサビでこれを持ってくるっていうのがまたいいんじゃないかなと思います。そうか、一曲の中でもいろんな声を使い分けてやっていくっていうことですね、うん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 、はい、そうですね、もう全部全部教えてほしい一つずつ教えてほしいところですけど、はい、生徒のみんなはどうでしょうか。すごくもうためになるお話ばかりしていただいております。ありがとうございます。ですね、歌手の時、うん、今でいくと、歌の時の話も聞いていたんですけど、うんうんうん、割とこう喋り声、声優の時の声の使い方を伺っていたので、うんうん、楠木先生がこう自分の曲を歌っている時に、うんうん、ここら辺で気にかけていることってあったりするんですか。逆に歌の時はできるだけこの真ん中を狙いたいなとは思ってて、真ん中を、真ん中って結局この地声に近い部分、何もこう力を入れたりしなくて楽に出せるところだと思うので、やっぱその中で自分の表現を見つけていくっていうのが歌手としては大事なのかなって思うので、そこはまたキャラクターとは別の部分かなと思いますね。なるほど、うん、てかこの表すごく面白いですね。これ簡単に書けるんでやってみてください。矢印4つに書いて、高い低い、開ける、閉じるって書くだけなんで、生徒のみんなもぜひ今日からね、これをやってみてください。うん、ではここからは実際にあのトレーニングを、トレーニング今日はやっていこうかなと思っておりまして、これはこの音楽の時間にとっても初めての、うん、あ、初めてなんだ。試みなので、はい、しかもあの生徒のみんなだけじゃなくって、うん、あの配信を見てくださっている方も一緒にできるような、その今おうちにそのものがあれば、うんうんうん、一緒にやっていただけるものとなっております、うん、ということでトレーニングをやっていきます。ですね、ここの机の端っこにじゃ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 んと登場いたしました。先生ありがとうございます。これは一体、はい、こちらの今ウィルキンソンなんですけど、はい、まあ、できれば炭酸系のペットボトル、うん、結構ここがしっかりしてるペットボトルと、はい、水が今ちょっとラベルであれなんですけど半分ぐらいまで入ってます、うん、入ってますね。ここまでお水が入った状態のペットボトルと、はい、それからストローご準備ください。これ今家にある方おるかな、うん、まあ最悪炭酸系じゃなくても空きペットボトルだったら大丈夫なんですけど、炭酸系ってのはやっぱこのちょっと硬いっていうのが大事になってくるんですか。そうですね、結構大事かなと私は思っております。うんうんうん、あ、生徒の皆さんもご準備いただいてる、準備してくれてる、ありがとうで、はい、こちらですね、蓋開けていただいて、はい、開けてみます、はい、で生徒のみんなもね、はい、もう準備してくれてるので蓋を開けて一緒にやっていきましょうね。で、ストローを入れます。ストローを入れます。で、あんま離すとどっか行っちゃうんでこのまま持っててくださいね、はい、しっかりと持っていただいて、はい、で、ここに、はい、声を出しながらブクブクしていきます。声を出しながらブクブクというような感じ で、はい、でこれブクブクするときにポイントが、うん、大きい泡じゃなくてちっちゃい泡がポコポコ出るようにしてみてください。どうやってその泡の大きさを変えたらいいの。これは、まあ、息をあんまり出しすぎない、大きく出すと、はい、すごい立っちゃいますよね。だからこれをなるべく声を出す意識で、はい、いつも通り歌う意識で、うんうん、泡の大きさが全然違うってやってみるとですね結構発声練習ってちゃんと声出して歌う練習を思い浮かべる方多いと思うんですけど、はい、意外とあれ疲れちゃいませんか。そうですね、本番前に疲れちゃ う、 疲れちゃうっていうのあると思うんですけど、これが意外と負担がかからないんですよ、うんうん、私もちょっとあんまり詳しいことは知らないんですけど、はい、この水を通すことであまり喉に負荷をかけることなく、うん、声のトレーニングだったり、あと息の量の、はい、こう調節をする練習ができたりするので、うんうんうん、これを本番前だったり温める時のウォーミングアップにやってあげるとすごくいいんじゃないかなと思います。ちょっと私もやってみていいですか。初めてやります。あんまりでかくしちゃダメなんですよね。そうです、一回でかくしたらこんな感じ。そうです、そうです、これがダメなやつ、ダメなやつ、ダメな例です、うん、で、小さく、うん、で、声も出してみて。あ、そうだった、声も出すのか。そうなんです、そうです、そうです、そうです、いい感じです。もうちょっとストロー入れてみてください、水の深いところで。
こうすると結構圧力きませんか？奥に入れた時の方が難しいです、うん、でもそうすることで横隔膜がこうしっかり安定してきたりとか、うんうん、結構いろいろと歌においてはいい影響があるんじゃないかなと思いますね、うんうん、あ、いい感じですでそれで音程も調整してみたりとか、うんうんうん、もう慣れてきたら1曲これで歌ってみるとかも、これでうんの状態で歌うんですか？はあ、なるほど。これ生徒のみんなも今、あ、やってる、なんだか不思議な絵面がみんなみたいなってそして長岡大河日直も張り切ってやってくれてますけど、うん、どうですか、あの泡の大きさ大丈夫ですか？ちょっと大きそうでした。これやってみるとちょっと、うん、頭痛くなってきますね、あんまりやりすぎると、うん、息を吐きすぎて酸欠にならないように、うんうん、ちゃんと吸わないとって思いますよね、うんうんうん、でこれやると、ね、高い音もすごい出やすいんですよ。ちょっと高い声これで出してみてくださいうわ、むちゃ泡でかくなっちゃう難しい。そうなんです、これ難しいんですけど、うん、あ、すごい、うん、どうやってんだ、どうなってる喉、うまい子がコントロールが10点出るとできるようになると思います。で普通にあーって出すよりも高い音が出しやすくなるので、はい、うんうんうん、ちょっとこう喉今痛めてるなとか大事にしたいなって時は特にこれをやってみるといいと思います。しかもこれだと楽屋とかで他の方がいらっしゃってもあまり迷惑にならずに、邪魔にならないんですって。あんま大きい音が出ないのであ、ちょっと近所迷惑だからなみたいにお家で困ってる方とかにもおすすめです。この生徒のみんなは結構自分のお家から自宅から配信してる子も多かったりするので、うんうんうん、近所迷惑にならないようにこれで発声練習してこうライブ配信に挑めるっていうのはすごくいいですね。はい、めっちゃおすすめです。ね、ちょっと感想を生徒さんに聞いてみてもいいですか？お願いします。あの、カイさんどうでした？ちょっとやってみて。はい、カイです。カイさん、あの、結構日頃からボイトレはしてるつもりではあったんですけど、うんうん、すごいこれでやるとどれだけやっても大きい泡になっちゃって難しいなっていうのをすごく感じました。うんうん、これはでも慣れていけばだん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 コツをつかめてくると思うので頑張ってみてください。ありがとうございます。ひなたさんいかがですか？うん、今ちょうどちょうどやってるところでしたねトレーニング中だったあの、さっき言ったてもらったあの、うん、ストローを私も深くしてみたんですよ、うん、ちょっとめっちゃずしってきて、うん、びっくりしました。そう、このね、結構圧迫感というか、うん、なので結構鍛えられる部分もあるんじゃないかなと思いますね。やつもこれ毎日やります。ぜひ、やったよかった。毎日やります。コメントではあの、日向間違えて飲むなよみたいなコメントが流れてきてたから日向ちゃん気をつけてね。間違えて飲んじゃいそうでした水入れとけば大丈夫、ね、大丈夫じゃん。本当皆さんぜひ参考にしていただきたいんですけども、うんうん、ここで、はい、楠木さんに皆さん聞きたいこともたくさんあると思うんですけども、うんうん、ちょっと生徒の皆さんから質問を寄せていただきたいと思います、うん、まずですね、声優志望だというヨマさん、うん、何か聞いてみたいことありますか？ヨマさん。はい、声優志望のヨマです。おー、こんにちは。わー、こんにちは。わヨマ、歓喜です。こんにちは。いや、でも本当に憧れの声優さんなんですけど、ありがとうございます。声優と歌手両方で活躍されてる楠木先生ですが、うん、普段喉のケアとかってどうされてるんですか？私、喉めちゃくちゃ弱いんですよ。すぐ枯れちゃったりとか、なんか思うように出ないなってなる時あるんですけど、まずね、知ってるかわかんないですけど、ネンジアンっていうシロップがあるんですよ、うん、なんかあの猫が食べるチュールみたいな見た目のシロップが台湾で売られてるものなんですけど、うん、もう結構生産舐められてる方が多かったりとか、うん、あとのど飴とかも結構いろいろ自分で合うものを探したりするんですけど、一番緊急時、もうどうにもならないガッサガサって時は吸入器が一番いいですね。家電の、あのお店とか行くと売ってるんですけど、結構あのハンディタイプというか手軽に持ち運べるものと、お家でできる、ここにも置いて結構デカめにこう扱えるものがあるんですけど、私はこの大きい方が結構愛用して使っております、うん、かな。でもそれぐらいしかやりようがない。あとはもう使ったら休む、ストレッチして寝る、これが一番大事だと思います、うん、結局睡眠不足は声出なくなっちゃうから、確かによく寝た方がいいと思いますね、うん、はい、
ゆまさん大丈夫ありがとうございます、はい、お気をつけて喉枯れないようにはい大事にします。はい、ゆまさん本当にすごくって、うん、特技が、うん、全100種類の声真似すごいとかするので、さっきの授業いらなかった、ね、きっと先の授業を経てまたレパートリーがねどんどん増えるかなと思うので、ね、今後の配信も楽しみにしています。ということで、いろんなお話が聞けたということで、ここからは楠木先生の歌をもとに、次は歌う時の表現について教えていただこうと思います。続きましてはこちらをご覧ください。ドドン、はい、こちらはですね、今年5月にリリースされた新月、楠木先生の特にお気に入りのパートを準備いたしました楠木先生の曲ですね、はい、この曲はご自身で、作詞もされていますが、まずはこのどういった思いを込めて歌われている曲なんでしょうか。これはテレビアニメのタイアップ曲だったので、そのテレビアニメのストーリーに沿った楽曲ではあるんですけれども、結構こう全体の曲の全体通すとちょっとメッセージ性的にお話しするの時間かかっちゃうんですけど、まあ、この部分が私は結構好きな部分なので今回ピックアップさせていただいてるんですけど、こちらが1サビが終わった後2編って呼ばれるとこですねの歌詞なんですけど、まあ、アニメにも準拠してるんですけど、一見これ皆さんどういう印象持たれますかね。ポジティブとかネガティブとか結構いろいろとこう印象を抱くところかなと思うんですけど、私はここはネガティブから始まってポジティブで終わるフレーズなんですね、私の中で言うと。でこの曲歌う時に気をつけてたところなんですけど、この曲のこの歌詞の部分って視点が変わるところがすごくありまして、例えば1行目、はい、明日のこともわからないくせにっていう部分があるんですけど、明日のことって明日だからちょっと遠くにある感じしませんか。そうですね、なのでちょっと遠くをイメージします、はい、でその後生まれた意味だけ探して、生まれた意味って自分自身へのこう自問自答だったりするので、今度近い部分にあるような部分ができるので、遠いところからまた近いところに来ます、はい、で3行目、忘れられた遥かな希望と言ってる、これまた少し遠いところ、明日よりももっともっと遠いところの部分にメッセージがこういきます。で今度また下で、僕のすぐそばにあるのかな、またこう戻ってくるわけですね、はい、なので自分が届けたい部分とかイメージする部分っていうのの距離感が全くこう変わってくる、一行ごとに変わってくるフレーズなので、面白い、そういったところをすごく私は意識していまして、はい、ここはフレーズ的にまあサビあったのでかなり静かに歌うので抑揚つけるのが難しいんですけど、こうすごく曖昧なんですけど、今みたいに場所とか距離とか物とかもうイメージするだけでもニュアンスって結構変わりませんか。なんか意識的にこう変えてアウトプットしようと思うよりも、何かをインプットした状態で歌うだけで結構歌い方って変わるんですよね、なのでこの曲も最初に明日ぐらいの距離感イメージして、分からないくせに生まれた意味、今自分のまたこの近いところでちょっと葛藤してるな、でまた遠くのところすごくイメージして、ちょっとネガティブになってたんだけどすぐそばにあるところでまたちょっとあるのかなっていうのを笑顔で終わらせたかったので、笑顔のニュアンスで歌ってみるっていうのを、ちょっとしたイメージと抑揚だけで差をつけるっていうところをすごく意識して歌っておりました。これご本人がこんなに丁寧に解説してくれることってなかなかないですよね恥ずかしいです。きっと今日配信を見てくださってる楠木先生ファンの方々も、なるほどなるほどってねうなずかれてる方が多いと思います、先生これさっきのグラフ思い出していただくと分かりやすいんですけど、すいません出していただいて、はい、ありがとうございます。今この遠くのこと考えてた1行目と3行目では、はい、喉を開いて歌ってたんです、遠くのことだから。なるほど。けど、この自分のことだったりとか自分のそばにあるものを歌ってる時ってエッジボイスがたくさん入ってたんですね、なので喉を閉めて歌う、やっぱり自分のこと内包してる気持ちだから少しこう締めて自分の気持ちに素直になって歌ってみるっていうのを意識してるので、結構微妙なニュアンスではあるんですけど、微妙
に変わってる部分ではありますね。時間が許すならばもう全曲全部の部分ここを使ってるよっていうのを教えてほしい。三木谷先生、ちょっと生徒の皆さんにも、はい、伺ってみたいんですけども、はい、お願いします。古木さん聞こえますかね。まあ、今の話を伺った上で曲を聴いてみて、何か聞きたいことだったりありますか？いやー、なんかもう感動しちゃってきて、ね、すいません。なんかやっぱり私すっごいハスキーボイスで、声開く閉じるがすっごく苦手というか、あまりよく分からずにいつも立ってるんですね。だからさっきのあの炭酸のあれ以外にも何か軽いボイトレというなんかあるのかなって思って。ボイトレは、で私もめっちゃハスキーなんですよ。喉は弱いってさっき言ったんですけど声帯若干ひん曲がってて、私ひん曲がってハスキーなんですよ。でっていう時にハスキーの人ってやっぱ喉ちょっと弱かったりするので、やっぱりこう声を出して発声練習とかトレーニングしちゃうと枯れやすいんですよ。練習だけでいっぱいいっぱいになっちゃうので、ストレッチが私いいんじゃないかなって思ってて、ストレッチごときじゃって思うと思うじゃないですか思うと思うんですけど、意外と体しっかりほぐしたりとか、これ今立ったらやばいですか？画角ぜひでも教えていただきたい。どんなストレッチをしているんだろう。ここって全身見えるかな？これをね、はい、スクワットなんですけど、グッてこうかがむんですけど、このままキープするんですよ、はい、結構しんどそうな体勢ですよ。今スカートだから分かりづらいんですけど、腰をね、はい、結構グッと突き出して、はい、こうなんか背中をまっすぐにして膝があまり前に出ないように腰を落とす。で膝も内側に入らないようにちょっとこう外向きじゃないですけどグッといって、結構開いてますね。しっかり支える、これやるだけで実は発声ってめちゃくちゃ良くなって、これだけでめちゃくちゃ歌いやすいの知ってます、すごい嫌な体勢だと思うんですけどこのまま歌ってみるとすっごい声出たりするので、結構体の使い方とかこう体調とかって大事になってくるので、やってみてください、ぜひ。はい、ありがとうございます。します、はい、先生が実演してくださる、はい、恥ずかしいです席を立てありがとうございます。私がコンテストラに使えるのでよかったです。先生、ありがとうございました。貴重な、ね、ご意見もいただいたんですけど、ここからは続いてのパートに入っていきたいと思います。まあ、皆さん体が動かせたりとか、ご準備も生徒の皆さんもしっかりできてると思いますんで、ここからはですね、楠木さんからのポイントも踏まえてアカペラで歌っていただきたいと思います。そして楠木先生、三木谷先生からもお言葉をいただけたらと思います。今回ですね、4曲こちら課題曲をご準備いたしまして、はい、見えるでしょうかね。はい、ひまわりの約束、ありがとう、未来へレモンということで、ここから1曲選んでいただいて、アカペラで歌っていただこうと思います。難しい曲ばっかり。ちょっと早速ではあるんですけども、りなさんいかがでしょうか？りなさん、はい、りなです。はい、曲は決まりましたか？あ、はい、生き物がかりさんのありがとうを歌唱します。すごい楽しみ、はい、ありがとう。それでは皆さんご自身のタイミングで、はい、お願いできればと思います。はい、じゃあ行きます。ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手は誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。ありがとうございます。うまっ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ、まずうまっていう言葉が出てきちゃう。りなさん、今回はどこにポイントを置いて歌ってみましたか？はい、張るところは自分は結構地声が大きいのでパーンと張って歌ってて、で最後の方でこう少しずつこう感情を強めに柔らかく歌って、こう優しさを出すようにちょっと気をつけました。そう
なんか心が洗われる感じの優しさとかなんか清らかさみたいなのすごい感じて、今なんか癒されました。癒された、温かい気持ちになれますよね。とっても優しい歌声でした。ありがとうございます。みんな拍手、ありがとうございました。すごすぎる、緊張感もあると思うんですけども、素晴らしい歌声ありがとうございました。すごい。続いてなんですけども、もう一人披露していただきたいと思います。青海星香さん、いかがでしょうか。青海星香さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。曲はいかがでしょうか。ひまわりの約束を歌います。また難しい曲だ、はい、ね。ひまわりの約束、それではご自身のタイミングでお願いします。はい。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ。ありがとうございます。素敵。なんかちょっとハスキーさがあって、うんうんうん、それがまたちょっと切ないグッとくる感じがあって、曲にも合ってましたね。そうですね。青海星香さん、どこにポイントを置いて歌ってみましたか。はい、そうですね、ちょっと切ない感じと、うんうん、さっき先生にちょっと聞いたばっかりなんですけど、その君はちょっと遠い感じ、うんうんうん、で自分とか僕はちょっと近い感じっていうのを、うんイメージしながら歌ってみました。すごい、それ伝わってきました。だからなんかこう君と僕の関係値がこのフレーズだけで見えてくるっていうか、すごいなと思いました。今生徒のみんなの吸収力がむちゃくちゃ早いですよ ねすごすぎる。すごい、さっき学んだことを早速取り入れて、素敵な歌声ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お時間的なこの2名だけですかね。はあ、ちょっと他のみんなの歌声も聞いてみたかった。聞きたい。聞きたいよ。でもみんなね、生徒のみんなは、歌の配信もたくさん行っておりますので、よかったらまた先生もお時間ある時に覗いてみてください。はい、ちらっと覗きに来ました。ありがとうございます。はい、ということで、うん、もうあっという間にお時間が経っちゃいまして、ということで、ここで声の表現について学んできたということで、今回毎回ね、生徒のみんなにはこの番組の最後に宿題イベントというものを設けておりまして、変だ今日先生から学んだことを生かして、今回こんな宿題イベントに取り組んでもらいます。こちらでございます。ダダン。第5回宿題イベント、続きましては課題曲表現バトルに挑戦していただきます。すごい。今回の授業で学んだことをもとに課題曲を自分なりの表現で歌ってもらいます。これが結構難しいですよね。難しそう、ね、なかなかこう最初はこうそのアーティストさんのモノマネをしながら歌いながら入っていく、そこから自分なりの表現を見つけるというところを今回みんなに頑張ってほしいところです。頑張れ。課題曲はアンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へ。おー、いいですね。うん、こちら歌い方にはもちろん正解というものはございません。聴いている方の心を揺さぶる表現ができるかが鍵となっております。イベントランキング1位に輝いた方にはサイン入り番組オリジナルステッカーをプレゼント、うん、そして次回の番組でのフィーチャー権を獲得、うん、そしてイベントランキング1位から3位の方はなんと KBC のスタジオ見学券、うん、なかなかこう KBC に潜入できる機会っていうのはないのでね、ぜひこれも掴み取ってほしい。そしてベスト表現賞というものもございます。こちらはね、1名の方に、与える賞なんですけども、2期生入学記念としてなんとアマゾンギフト券1万円分プレゼント。やだー、欲しい。はい、ね、さっきね、先生が言ってくださっていた喉のケアのものとかも、うんうんうん、このアマゾンギフト券1万円があればいろいろ買えちゃうかもしれない。おのおの使い方はそれぞれですが、ではこの、うん、宿題イベントの日程を発表します。はい、明日8月27日の火曜日朝午前6時から、
つもね早いんです。早い、びっくりしました今。だから学生、学校なので、そうかそうかそうか、学校にしても早い方だと思うんですけども、明日の朝午前6時、朝6時から9月1日の日曜日、午後9時59分までのイベントとなっております。生徒のみんな、今回も切磋琢磨してこのイベントに取り組んでくれると嬉しいです。そして配信を見てくださってる方、応援よろしくお願いします。今回もでもね、さっき青見星香さんが早速先生が教えてくれた表現方法を取り入れていたように、ちょっと楽しみすぎますね。ちょっと楽しみ、曲もね結構メッセージ性強いやつだから、確かにいろんなみんなの経験が曲に生きてくると思うと面白いですね。みんな頑張ってください。ではではですね、ここでこの配信を見てくださっていた、そしてコメントをたくさんしてくださったりだとか、番組にたくさん参加してくださったトップ3の方を発表いたします。ライブランキング、累計ランキングだ。まずはじゃあ3位の方からいこうかな。3位、みやさん、おめでとうございます。そして2位がローチクさん、あ、失礼いたしました、違うだな。私の氷が、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、皆さん。ちょっと待って。あ、全然違う。全然違う。全然ランキングはありません。こちらが正解ですね。先ほどお名前を申し上げた方、申し訳ございません。大変失礼いたしました。もう一回3位から発表させていただきますね。3位がクールウォーターさん、9月28日29日ライブだって、これはご自身のライブかな、あれかな。クールウォーターさん、おめでとうございます。そして2位の方がアラピー、あ、これは日向さんのを応援してくださっている方ですかね、ありがとうございます。あれ、ランキングがどんどん変わっていっちゃう。どうしましょう、これ。この突然1位にバーンってなる。あ、さっきの方の1位の名前、2位の名前は何だったかしらね。あ、この方か。1位夢、あの先生、あの漢字は何て読むでしょうか。1位夢あんさん。1夢あんさんが今回のこの1位ということで、良いですかね。あ、ありがとうございます。私2位の方発表いたしましたね。大丈夫です。はい、はい、ではすいませんね、ごちゃごちゃとなってしまいまして、名前を挙げさせていただいた3名の方に、くすのき先生、そして私みけがさんを書かせていただいたこのステッカープレゼントしますので、到着するのを楽しみに待っていてくださいね。ありがとうございます。そしてそしてここで、番組から重大なお知らせがございます。2025年3月に KBC バーチャルスクールリアルライブを開催することが決定しました。おめでとうございます。先生、ありがとうございます。ね、いつもはこの配信で、私もね、なかなかこう生徒のみんなに直接お会いすることができなかったりだとか、この配信を見て、この生徒のみんなを応援してくださっている方も、この3月にリアルでみんなに会うことができます。詳細は後日お伝えするのですが、もうやることだけ先に、はい、決めちゃいました。やった。早い。箱も押さえちゃうんだから、やった。もう前のめりにやっていこうと思います。詳細は少しずつ発表していくことになると思うので、3月になったらみんなで、みんなにリアルで会えるんだということだけ頭に置いていただいて、楽しみにしていてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。先生、はい、リアルライブめちゃくちゃ楽しみですし、はい、もうみんなに会えるのもワクワク今からしてるんですけども、はい、ちょっと今日の最後に楠木先生に生徒の皆さんの質問に答えていただければなと思うんですけども、いいですね。今月から2期生のみんなもですね、はい、参加してくれてるということで、ワシントンさん、何か聞いてみたいことありますか。ワシントンさん、そうですね、そうですね、ワシントンさん、ちょっとミュートがかかってしまってる状況ですけど、聞きますか。いえ、はい、元気、素晴らしい、元気いっぱい。私はちょっと結構作曲とかいろいろしているんですけれども、なんか作曲をするに、作曲であったり作詞をするにあたって、こう、なんだろう、詩が浮かばない時ってあるじゃないですか。そういう時にこうどういう気分転換してらっしゃるのかなと気になっております。
気分転換っていうか、私は結構もうやるって決めたらバッてやって、思い浮かばなかったら一回置くみたいな感じで、もう諦めちゃうというか、か考えても出ないんですよ、結局。なるほど。だから、はい、で、やるんですけど、どうしても浮かばないときは、あの、写真とか、イラストとか見たりして、なんか自分の中のイメージを、またなんか自分の記憶とは別の部分でこう膨らませていくというか、かやってみると結構浮かびやすくなったり私はしますね。あ、なるほど、他からインプットってことですね。あ、そう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 、そういう感じです。ありがとうございます。はい、やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。そしてもうお一人、はい、1期生なんですけども、コルルさんいかがですか？コルルさん、はい、コルルです。何か聞いてみたいことありますか？そうですね、私自身なんか結構緊張しがちなタイプでして、なので歌う時とかもどうしても緊張すると、あのベロが下とかがこう上がってしまって、なんだろう、上ずった感じな声になることが多いんですけど、そういう時ってそういう時のリラックス方法とかありますか？リラックスはまずゆっくり深呼吸、とにかく吸ってちょっと止めて吐く。なんかよく言うのが、なんだっけ、3秒吸って4秒止めて5秒吐く、口から吐くみたいな、ちょっとこうなんか自律神経整えるじゃないですけど、呼吸をとにかくじっくりやってみることと、あと緊張はします、私もするんです。で、しちゃう時はなんか緊張してる時のドキドキ感と楽しんでる時のドキドキ感って大体一緒らしいんですよ。だからなんか今は緊張じゃなくて楽しみすぎて震えちゃってんだって自分をちょっとこう言い聞かせてあげると、多分だんだん楽しくなってきて、緊張じゃなくて、あ、私って実は楽しみだったんだなって自分を騙せたら大成功かなって私は思ってます。はい、ありがとうございます。試します。はい、武者震いだぜって感じで。武者震いだぜ、いいですね。はい、あとなんかこの今日発声で学んだこれもなんか深呼吸みたいな感じでちょっとリラックスできそうですよね。これもぜひやってみてください。ということで、あっという間にもう終わりの時間がやってきてしまいました。先生ありがとうございます。ありがとうございました。こういう風に先生をやるっていうのは初めてですか？ない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 。もう毎回恐れ多くて、先生来ませんって言ってるんで、ちょっと今回も恐れ多かったんですけど。いや、初先生としても何かしら素晴らしい先生、何かしら力になれてたら幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの毎回この音楽の時間来てくださった先生に、今日の授業を踏まえて、今日はですね、歌で表現するときとかにポイントとなる教訓、学校っぽいですよね、教訓っていうのが、っていうものをあの特別講師の方にいただいているのですが、いただいてもよろしいでしょうか？はい、私からの教訓はこちら。経験は最大の武器。おー、なるほど。やっぱり何かこうイメージするとか、まあ、曲について書くでも歌うでもそうですけど、自分が経験したことって絶対にイメージが広がったりして絶対に武器になるので、自分がちょっと辛かったな、失敗したなって思うことも次歌う時や表現する時の何か鍵になるかもって思って前向きに捉えてもらえたら嬉しいなと思います。私自身も今日学ぶこと本当にたくさんありました。よかった。ありがとうございます。はい、経験は最大の武器ということで、この配信を見てくださってる皆さんもこの教訓を胸に刻んで明日からも頑張って生きていきましょう。おもろい。ということで、くすのき先生からもね、はい、お知らせがあるということで、そうなんです。ぜひ皆さんにお伝えくださいませ。はい、11月にですね、新曲4曲収録の 5th EP トロをリリースします。現在制作中、私も頑張ってるところでございますので続報を楽しみに待っててください。そして私の誕生日なんですけど、12月22日日曜日には横浜文体でバースデーライブを行います。現在チケットのオフィシャル二次選考受付中というか、今日までだった気がするので、あのぜひチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうた楠木先生の詳しい情報、はい、情報などは楠木先生の公式 X であったりオフィシャルサイトをご確認ください。お願いします。X してください。ありがとうございます。お願いいたします。
楠さん、はい、今日は先生初先生をいただいて、うん、私たちもとっても嬉しいです、はい、ありがとうございます。素晴らしい授業をしていただきありがとうございました。ありがとうございました。本日の音楽の時間の授業は以上となります。はい、では、来月の授業なんですけども、この番組はもうお決まりですね。毎月第4月曜日に行っております。もうあっという間に9月に突入ですか。ねえ、 あっという間ですよ。9月の23日の月曜日午後9時から開講いたしますので、ぜひまた参加していただけると嬉しいです。そして来月のゲストは福岡県出身の音楽プロデューサー松隈健太さんでございます。プロデューサーさんが来てくださるっていうのは多分初めてなので、緊張しますね。また次はね、プロデューサー角度からのどんなお話が聞けるのか、聞きたいね。ぜひ先生もまたあの配信にお見て、はい、覗いてきます。あ、これドキドキしちゃいますね。生徒のみんなももしかしたら楠木先生が見てるかもしれないですよ。その可能性があるので、これからも配信一生懸命やっていきましょう。ということで今月もありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは先生方本当にありがとうございました。気をつけ、礼、ありがとうございました。